ほっ、素晴らしい。おかえり、バンナケバーン。うんちゃんと名乗っているものです。バンディです。妻が X 旧 Twitter でバズったので宴をしよう、最近ね、うんちゃん元気なんですよ。なんでだろうね。よく寝てるからです。あとパンがバズったか、またパンがバズりましたね、これなんですけど、クロワッサン初めて作ったんですよ。そしたらね、硬くなりました。切ったら全然層になってない。一層しかなかったね。でも私的には本気で作ってるつもりだったんで、わざととかそんなんじゃないんですよ。本当に X でバズっていろんなところがね、記事にしたいってね、来まして、ウハウハの私はですね、こんなものをね、スーパーで見つけてしまいました。私の大好きな牛肉がね、半額だったんですよ。イエーイ。こんな分厚いの、ちょっと高い位置にいつもポンと置いてあるやつで、それが半額で、買うしかないですね。はい、ご褒美。ご褒美。これを以前バンディが失敗した。はい。牛カツにしてみよう。ちょ、これ実際。牛カツにしちゃおうと思います。お願いします。はい。使うものはね、こちらでございます。ちょっとね、もうあと3つしかないんだけど、食べちゃった、もう食べちゃったから、あと3つなんだけど、防御力が高いクロワッサンで半額、黒毛和牛ロースステーキの牛カツをね、作ってね、バズらせたいと思います。バズらせましょう。いや、バズるかな、分からない。それはまあね、いつもそのつもりではいるわけで。そうですね。じゃあ僕は一回牛カツ失敗してるんで、ここでちょっと追い止まさせていただきます。なんか忙しいらしいんで、今日私一人でね、進めていきます。暑いよ、これ脱いでいい？作っていこうと思います。はい、こちらは我が家の台所でございます。はい、使うものはこちらでございます。卵と小麦粉、かなおろし、米油を使おうと思います。じゃあちょっと衣をまとわしていくかね。よいしょ。ロースなんだね、これね。すごいね、ロースって牛カツにできるのかな。剥がれやすいかもしれないんで、片栗粉をね、振らせていただきますね。小麦粉を振る。私はバンディの失敗した牛カツしか食べたことがないんでね、楽しみですね。こんなに、あ、肉をちゃんと見せるの忘れてた。今さら。卵の中にくぐらせますね。ちょっと肉は多かったかな。じゃあ削っていくか。3日経ってね、仕切っちゃってね、そんなに硬くなくなりました。じゃあいきます。見て、一層なんです。2個。こんなに取れるんですね、パン粉。この密度が高いから。いやーちょっと、いやーちょっと、あー、下味をつけるの忘れていた。しまった。しょうがない、素材の味をね、楽しむということで。すごい細かくて薄い感じの月になりましたね。よし、できました。こちらを今度はね、揚げていこうと思います。タプタプタプ、高級油をどんどん使います。換気扇回すんでちょっとうるさくなります。それではね、2個入れていきますよ。いきますよ。わあ、すごい。あ、ちぃ。ちょっと油多すぎて。油はめない。
どんだけあげればいいか私にはさっぱりわかりません。引き上げよっか。こんな感じで上がっております。どうでしょう、結構さっくりと上がりました。中は超レアだと思います。30分経ったので出していこうと思います。うわー、やっぱりすげえ油だな。あ、でもまあサクサクですね。まだ油も綺麗に吸えてるし、じゃあ切ってみますね。素晴らしい。ああ素晴らしい。これこうやってやるの忘れてた。最近包丁をね新しく買いまして、とてもよく切れます。盛り付けます。サラダ、ちょっとうるさいな、夜中だから。 すごい挟んで食べてもらいましょうね。よっしゃー、来ました。防御力が高いクロワッサンのパン粉で作った半額のね牛カツになります。パンニーさんと一緒にねこれでお祝いしたいと思います。すごい。パンニーさん、はい、できましたよ。ありがとう。すげー、お祝いです。油すげー。よっ、乾杯。チンチン。あ、すごい。どうよ、うまそう。下味つけるの忘れたので、なんか好きなもの、醤油、塩、胡椒、ソース中のソースで、いやめっちゃちゃんとカツになってるじゃん、さすがっすね、うん、じゃあ私を、はあ、そう思ってる方いる、思ってる方いる。いただきます。いただきます。でも柔らかい。めっちゃうまいよ。フォークナイフだとちょっと硬く感じるのに、口の中では全然とろける、うん、ナイフがダメなのか多分ね。それだって10年以上前のナイフだもん。やわらかい。あとこれサンドね、お味見してやった。クロワッサンド。よくわからんね。バズらなそう。うん、すごい硬さと柔らかさのコントラストが、しかも全然油っぽい感じもしない。あー、ワインが美味しいでございます。うまい。喜んでもらいました。明日からは野菜生活に戻ります。とても美味しかったです。防御力の高いクロワッサンを今後ともよろしくお願いします。また作るの、うん、でもリベンジしないんですかってネットニュースの人に質問されたから、やろうかなと思う。うんちゃんのね、ツイッター実はおかかちゃんになってるんで、そちらもよかったら見てください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お待ちしております。 TikTok、Instagram、Twitter やってますんで、そちらもぜひよろしくお願いします。よかったらフォローしてください、はい、それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。なんかどうしよう、もう一個食べていい？いいよ。